おはようございます。おはようございます。いや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 、なんか最近あんまここ暑くない。グッドモーニングで、いや筋肉痛が治らないね。雨止まないですね。雨だね。なんかそう、雨降ってると家出るときにもう傘持っていくから、そう、私折りたたみ傘買ったんですけど、折りたたみ傘とか日傘、日傘が使えない、使いたい。なんか梅雨長いですね。うん、去年ってもうめっちゃ夏って感じでしたっけ。いつもがどんぐらいだか忘れちゃった。でも7月って言ったらもうなんか夏のイメージだった。着々と夏休みが始まってないや、夏休みが近づいております。去年はから梅雨、から梅雨、梅雨があんまない、そうだった。あ、ループしてる。昨日も雨すごかったよ。新潟は大丈夫。新潟も結構雨すごかったかも。な、うん？あ、まあすごくはないけど、まあ、夜がすごいのかな。夜がめちゃ。オーディションから1年経つですね。多分なんかフライパンにポンデリング入れて焼くだけなのかな。多分そんな感じじゃないかなって思って。てますけど、多分砂糖かけるのかな。あ、本当に焼くだけなんだ。あ、焼くだけなんだ。そう、焼きポンデリングしたいんですよね。もう流行りなんてとっくの昔に終わってるじゃないですか。なんなら蒸しポンデリング行ってるし、もうなんか焼きポンデリングの流行り一回終わってて、かまあそこにまあ追加して蒸しポンデリング来てももうあんまりやってる人いない。私焼かない方が好きで。あ、やっぱそうなんだ。焼きポンで意外に美味しかったよ。あ、まあなんか一回やってみたいなと思って。でもなんか なんて言うんだろう、こう言ったら失礼してる、なんか貴重なドーナツ、まあ、なドーナツってそんななんかポン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 なんか5個とか食べれるもんじゃないから、なんかそのなんていうの、その貴重な一つのポンデリングを焼きポンデリに捧げるか、それとも今まで通り おいしくこう普通に美味しくいただくのか、どっちが。どっちがいいのだろうかと思って。味変ね。複数買って家族としやるとか。確かにポンデリングならこれポン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 ってついてるから、確かにそこならじゃあここ一口と一口交換ねってやってできるか。でも私はちょっと昨日からのダイエットを始めまして、まあ、そんなに言えるほどじゃないんですけど、エンゼルクリームが異常。あー、美味しいですよね。いや
ドーナツ。そう、昨日からとか、昨日夜から、いや、そんな大層なことは始めてないんですよ。焼くってよりオーブントースター温めるくらい。今日食べた、明日、なんかすごく Wi-Fi が悪くてごめんなさいね。今 Wi-Fi 切ったんで、なんか最近本当に Wi-Fi 悪くて、スマホも重いからめっちゃ写真消してます今。たった今で夜にアイス食べ過ぎたの。いや全然そんなことないっすよ。そんなことないっすよ。いや、まあなんて言うんだろう、おはよう、アルサプ級頑張って、ありがとうございます、本当に嬉しい。じゃあ15日ひっそりしたユタに会える。ちょっと待って、大丈夫かな、それまでに。いや、なんて言うんだろう、やっぱなんかちょっと、なんて言うんだろう、スマホが重い、筋トレできちゃう重量とか。おや、待って、なんかまあ休日は、あ、ユニコ、おはようございます。なんか休日はまあ金土日はまあパーティー的な感じでいいなと思ってるんですけど、やっぱり月火水木はあの いい感じに行こうよっていうのが、まあ高島家のなんて言うんだろう、モットーっていうか、まあ金土日楽しむから平日は司会しましょうよねって。感触をなくすだけ、なんかそんなね、意外と気づかずに意外と食べてるもんだと思います。意外とあれでしょ、アーモンドとか意外と食べてますよ。明日はパーティー的な、いや、そうっすね、明日はパーティー的なもん。いやいや、のスマホそんなに重いのか、10キロくらいあると。そうっすね、15キロぐらいかな、結構重くて。本当になんかさ、ダンス動画、あの最初の頃のダンスの動画とか残しときたくて、もう本当に4期が入ったばっかり、まだお披露目されてない時にダンスレッスンした時にの動画が残ってるんですけど、なんかそれはちょっと残しときたくて、なんかやっぱ思い出じゃないですか。さすがに全部残せないから、一番最初のやつとやってるけど、まあ、それもね、だからリハーサルの動画とか結構今消してるから。東京で美味しいもの食べれるかも、だから今週は我慢たくさんした。はい、そうします。そうですよね、東京ですよ、東京はいっぱい美味しいものいっぱいありますよね。何があるかな、クラウドに保存すれば、え、クラウドに保存できないのかな、岩、え、なんかアイクラウド、13、15はイベント、劇場、公演、それとも3連休、13が東京の国立競技場でアルサバ級に出させていただいて、14が夜公演の前座に出させてもらって、15も昼夜前座出させていただきます。めっちゃ NGT で最高、 NGT わー、ちょっと見た浴衣姿のユニコ可愛かった、めっちゃ似合ってて、ありがとうございます、嬉しい。
最近会ってない、私がいないのか劇場に。初見です。何東京ね、どうなるんですかね。でもね、翌日、どうなんだろう。東京ね、ゆうたの浴衣姿見たかなまたありますかね、なんか夏とか。あ、おしゃべり会なら浴衣けどね、他になんかありますかね、浴衣。なんだろう、なんか季節ブロックで浴衣ブロックしたらいいですよねいやでも踊れないか、いやちょっと待って着替え大変だし踊れないか。地下鉄の乗り方を覚えたら立派な東京の。へえ、でもなんかギュウギュウ詰めだから、なんかおりゃって押さなきゃみたいな感じですか。え、それ満員電車、地下鉄。東京の慣れるかな。久しぶりに配信見れて嬉したかし、私も嬉したかし。新幹線の最終が早くなったから。え、そうなの。日帰りだと試合途中で帰ることになりそうだ。最後まで見たいぞ。何、新潟祭り。浴衣は NGT の浴衣祭り公演なのかな。タイミングね。そうですよね、本当に。ね、で4期で話してるのが、まあ、ちょっと前に話してたのが、たまに特別前座で全員出演で自然渋滞のすんのどうとか言ってたんですよ。それが地下鉄駅は乗り換え結構複雑だから気をつけて。うわー東京の慣れるかな。乗り換えか、大丈夫かな。んか変な方向行かないかな、なんか気づいたら逆方向行ってるみたいな、ならないかな。自然渋滞ね、そう、私たちもしたいんですよ。結構してないから、だってもう、あれか、4月20日のお披露目グッズ特典記念公演でやったのか。それ以来やってないから、それ以来全員でパフォーマンスすることしてないから、久しぶりにね、やりたい。自分が一緒に東京はないとボディーガードで行きたかったあれ入れ違いになるのかなお願いします採用で地下鉄の改札から地上に出てここどこってなるのポイント。あ、そうか、地下鉄だから見えてないのか。10人とゆるさんはユニット公演の時じゃんけん大会の衣装だったから踊りにくいってゆりんさんが言ってた。どんな衣装なんだろう。私知ってるやつなのかな。一部一旦外出で乗り換えること。すごい、乗り換えか。東京行った時も東京行った時も結構、なんて言うんだろう、ママについてってた。ママがなんか結構次ここだよって言ってくれてたから行けたけど、私一人で行ったら結構本当に迷子になるかもな。だって発表遅いんだもん発表遅いんだで、そうですよね、まあ結構9日でしたっけ、まあ、4日前か。待って、あと2日、あと2日、すごい、もうちょっとじゃん。
とりあえず山手線に乗ればなんとかなる。へえ、あ、そっか、ずっとぐるぐる回ってるのか。山手線の発車メロディー聞くと特に来たなってな。へえ、どんなやつだろう、わかんない。やっぱ新潟の女だから。サオちゃんの後ろ歩くしかないですね。発表遅いのは仕方ない、スケジュール大変の。そうですよね、だって運営さんも何人ですか、29人プラススタッフさんのスケジュールを管理、そりゃあっちゃこっちゃ行きますよね。あれこの人いつだってカタ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 ってわーってなります。そうですよ、私だったら多分3人の管理でも分かんなくなっちゃう。あれこの子、あれん、あ、ちょっと、あ、そうです、あー、はー、シュー、大変ですよ。だって私たちが来る前から、うん、来る前っていうか、秋葉原は恋中？高田馬場は鉄腕と、すごっ、すごい。誕生日同じなので応援して。1月21日？嬉しい、一緒？すごい嬉しい。365分の1の確率ですよ。わあ嬉しい。一緒にお祝いしましょうね。あと半年後ぐらい。僕東京で20人ぐらいなら印刷したことある。すごっ。20人ってもうこんな。こんなって、待って、筋肉痛だから手あげると本当に痛いんです。ここユニコ髪切ってないよね。切ってない。切ってない。あ、切ったかな。最後に会ったのいつだろう。切ってないけど1ヶ月弱前に切ったかも。それは入ってる。13日ルアルアが、ユアルアがアルサポーターに見つかってしまう。いや本当にいっぱいいっぱい聞いてきます。なんでアバラが筋肉さん、あの昨日と一昨日みんなでプランクしてしたんですよ。いやあれ筋肉痛、そう2日目なんてその筋肉痛の上でプランクしてるわけだから、もうなんかもうひえーみたいな。とりあえず言えた、仕事終わったら新大久保行って焼き、なんだろう、焼きなんだろう、新大久保行けるのかな、行きたいな。なんか久しぶりに見たら感じ変わったような。変わった、私FC東京サポからのファンを増やしてきて、いやいっぱい。でも一応敵なんだよね。敵、あ、でも敵だけど仲良くするってこと。誰かいるかな。新幹線の中で先輩との距離感が縮まる。だといいです。だといいですっていうか、ちょっとお願いします。ルアさん。でも写真撮らせてもらうと、あのちょっと先輩方と喋れて、ちょっと勝手にですよ、勝手に。ちょっと仲良くなった気になっちゃってる私は、勝手に勝手にですよ、一方的な恋なんですけど、あ、恋じゃない。オレンジ色ユニ似合っちゃう。亀田製菓似合っちゃう。あ、亀田製菓オレンジね、いいです。待って、FC 時ブラウン選手いる。
前髪が強くなるかもしれない。ちょっと本当に教えていただきたい。私マジで本当に前髪弱々だからすぐ飛んでくんですよ。てかすぐ割れるし。オーグッドモーニング。ねえブラボー長友選手じゃないですか。待ってブラボー選手私大好き。大好きっていうことでもないけど。ブラボーいいですよね。松木さん、ブラボー、話題の松木九九。ちょっと待ってください、ごめんなさい。あ、そう、妹がブラボー選手に握手してもらったことあって、そうマジで羨ましい。ちょっと私もちょっとぜひブラボーって言いながらちょっと握手していただきたい。本当に「ブラボー俺の後輩」本当にやばー、やばーっていうか、ブラボー、あ、そうだ今日もねしっかり英語することになりました。いや夜にうわ明日の朝英語するのかうわうわってなるんですけど、まあ意外と朝になってみるとまあいっかってなるからいいんですけど、いやなんかね思ったのが、単語知らないとマジで、あ、単語ってか動詞知らないと喋れないなって思って、単語の今日が頑張ります。だってさ文法知ってるのにさ、例えば何皮肉とかそういうの分かんなかったらさ言えないから、当日ブラボー言われたら困る。あ、そっかそっか、そうですよね、言われた、そうだった、そうでした、そうでした、そうですよねそうですかねブラボー言われたらそうですよね。自分フランス語の勉強、すごい、すごい。ドシャメイクテイクゲットだけでもなんとか、へー、すごい。お寝坊しないで気をつけます。じゃあ壇上見させていただきます。いきます。13位 RC さんありがとうございます。12位マーチさんありがとうございます。11位なほこちゃんありがとうございます。10位ひでじじさんありがとうございます。9位ともじしゅりじゅうちゅんさんありがとうございます。8位フレッシュみよりんさんありがとうございます。7位アベベポキさんありがとうございます。6位ケロちゃんさんありがとうございます。5位マミさんありがとうございます。4位ミーさんありがとうございます。3位デケ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 ちゃんナッチ0617さんありがとうございます。2位テキ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 じゃん高尾さんありがとうございます。1位はテキ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 じゃんおじゃさんありがとうございます。ありがとうございます。なんかもう木曜日って早いですね。最近本当に1週間が早い。気づいたら木金になってる。久しぶりに牛タン配信だった、楽しかった、またね、またね。じゃんけんしていいですか。ユニコーンじゃんけん、じゃんけんポン。あ、待って待って、チョキ出して、ちょっと待って、ちょっとまたチョキ出したの私
あ、負けた、あ、負けた、あ、負けた。もっと意外と、ほら私がみんなチョキ出さないと思ってるから。待って、みんな負けてない？あ、アイコすごい、あ、8より勝ち点3点、おーすごい、お、3連続すごい、あ、すごい勝った。あ、出さないと思ってましたよね。私も全然別の出すつもりでしたよ。びっくりした、手が勝手にチョキしてました。俺の具はユータのチョキに簡単に包まれて切れます。あ強すぎこれ、すごい。ということで、私はチョキが出やすいっていう傾向がありましたね。パーとか言わないで、まだ負けたことない。すごい、勝ち点今何点だろうか、9。いやー、ありがとうございます。ちょっと次、明日はね、なんかちょっと、まあまたフェイントなんか入れちゃったりしてやっちゃおうかなって思います。ありがとうございました。いってらっしゃーい。いってらっしゃい。勝ち点ゲットできるように、はい、ありがとうございました。いってらっしゃーい。バイバーイ。